YouTube 版釣り場ナビをご視聴いただきありがとうございます。今回は北近畿編で舞鶴深海公園の釣り場をご紹介いたします。釣り場の概要。舞鶴深海公園は京都府舞鶴市にあり、関西電力によって作られた公園で、海釣り公園が併設されています。足場も良く、子供連れの家族でも安心して釣りを楽しむことができ、週末や祝日になると家族連れの釣り人で釣り場が賑わいます。釣り場と駐車場も近く、トイレやレストランなどもあり、船舶型の PR 施設エルマール舞鶴も併設され、釣り以外にもいろいろ楽しむことができます。釣り場は場所にもよりますが、それほど水深は深くないところもあり、沖に向かっては徐々に深くなっています。ただし投げ釣りは禁止となっていますのでご注意ください。釣れる魚種。この釣り場ではサビキによるアジ釣りがメインとなります。またアジに混じってスズキや両型のアコウが釣れることもあります。さらに沖合にはシモリも点在しており、メバルやガシラ、エラなどの根、魚やチヌ、キス、アオリイカなどもターゲットとして楽しむことができます。またアジなどの魚を追いかけて青物なども釣れるので、侮れない釣り場となっています。交通アクセスについて、舞鶴深海公園は舞鶴若狭道の舞鶴東インターより約25分ほどの場所にあります。公園内には無料駐車場もあり、約70台の車を駐車することができます。釣りも楽しめる上にトイレなども完備されているので、ご家族連れのフィッシングにもおすすめの釣り場です。皆さんもぜひ一度訪れてみてください。これからもこのような釣り場を紹介していきますので、チャンネル登録をお願いします。以上、YouTube 版釣り場ナビでした。ありがとうございました。